何かが変だ。足、重い。動かない。息ができない。体が動かない。教室に向かう階段を進むたびに、体は重く、動かなくなっていった。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。私の頭の中は、恐怖と不安でいっぱいだった。そして、このまま後ろに倒れたら、今日は学校休めるかな。学校を休む理由を探していた。園山さん？もう何やってるの？何ぼーっとしてるの？遅刻よ遅刻！早く教室行くわよ！ちょっと待って。今苦しくて体がおかしくて。私今変だから、ちょっと待って。待ってよ。もう1時間前始まっちゃうわよ。目の前にあるのはいつもの教室風景のはずなのに、みんな何言ってるの？私なんでここにいるの？違和感、世界から自分だけ分離されたような孤独感。私ここから消えなきゃ。